はい、どうも妖怪学園前だね。妖怪三国志クイントリオーズ、今回もやっていきます。アマテラスだっけ。うん、炎章の方来ましたね。群マシン会社もね、アマテライア襲来ということで、まあ、早速ね見ていきましょう。おお、そうだ、方針演技第2弾がね終わりました。要戦でした。ジバニャン流要戦、頭いいだったら分かってる。ダッキーはこの世界を救おうとしている。あ、やべ、仲間なら争う必要はない。なあ、目的が何もわからない、だが悪意がない。君を信じましょう。あ、ごめんなさい。おい、そしてそこの小娘2人、あなたたちの行動は常に監視しておりますか。そのつもりでってことですね。そうです、妖精も食べに来ると。さあ、旋律に耳を澄ませて。さあ、ジバニャン劉備、邪気の正体を突き止めようぜ。あれ、ということでまた何かあるんかな。はい、ということで一応ね、討伐戦方針演技終わりました。一応ね、最後ここ記録からね、よいしょ、最後767位でしたね。私今回ね、セッション何位だったんだろう。あ、500以内に入れました。へえ、おお、2個ももらえる、いいね。じゃ最後報酬いただきましょう。抽選券最後1枚だけ余りました。今回の大当たりのやつはね、もう 2回当ててるんで、まあ私今回大満足ですね。はい、という感じでした。これもね、最後引くの忘れずに、あとは130万でどうしようかなっていう感じですかね。はい、あ、でもここでまだあるか、ログインボーナス、あと国取りも順位が決まったのか、まあ、いろいろねあるんで、はい、この辺は後でいきましょう。じゃあランクアップいきましょう。アマテライア。というわけで妖怪学園 Y、ランクアップイベントね開催です。ランクアップコイン Y2 ってのがねできますね。で、絆を集めましょうと。200個までなんだね。はい、前回のね、誰だっけ、螺旋の500個かな。はい、今マッチングしてるんですけど、一応到達ポイントだよね。おそらくかけら箱、かけら宝箱っていうのがあって、あ、ウィスパーがいますね。ウィスパー、また前回のね、なんだっけ、こいつだ、鬼を螺旋の時は5800溜まったので、うん、まあこれぐらいいけんじゃねえかなと個人的には思ってるけどね。はい、じゃあやっていきましょう。一応ボス一覧はね、あるんで、うん、いいですね。これコインもこいつらがゲットできるとなるとかなりいいですね。テッサノブレーダスとネロロン不思議ダメージ、炎症、小数炎症ね、追加されました。小数炎症ノーマルなんで3秒ねできますね。8秒召喚もできるのか。3秒打ち消しいいですね。今回ゲットしたいな。30秒アップの猟奇ゲージもいいんじゃないでしょうか。あ、いいんじゃないですかね、両方いいね。はい、チケットもないんだけど。この前全部使っちゃったね。はい、できたら頑張りたいなと。パネルミッションもなんかね追加されましたんで、ウィスパーね、ゲットできるみたいなんで、ぜひ最後頑張っていきましょう。ウィスパーゲットできて、うん、あ、あとそういえば、ワンミの試練も追加されたんだな。なんでね、また、この上のやつをね、あれ追加されてないの？あ、今31あったね。はい。
はい、乳ができましたんで、これいいね。これもなんかやっていきたいと思います。そしたらどうしようかな。討伐戦は最後金貨でしょ。一応アマテライヤゲットの仕方は、絆がレアでドロップしますと。で、陽気ゲージ 20% 加護もあっていいですね。回復メジャーとかいいんじゃないですかね。うん、なるほど。攻撃アップとか揚力アップがあったらちょっと回復より良かったかな。どうでしょう。でもまあなんていうんですかね、サポート系なんで結構ありがたいね。以下の場所でゲットできると。総合ランクバトルレアで520/50デイリーミッション到達ポイントなどなどいろいろねゲットできるみたいなんで、あとウィスパー孔明が2体ミッションと到達でゲットできると。なるほどね。で、到達報酬でさっき見たあれでイベントボスがこんな感じなんだな。ディープシャドウギャラクシー、これもコインでねゲットできてっていいですね。はい、武者ブレイダーもいるのかな。妖精ね一生懸命使ってあげましょう。さあということで、じゃあとりあえず1回やるか。ボスがさっき言った4種類あるんで、ぜひねコメントをうまくね使いながらやっていきましょう。ドロップはね、ちょ、かけらはコインのかけらはね状態です。で、フィーバーがねあるんですけど、まあちょっとフィーバー最初使わずに一通りやろうか。こいつは超混乱は効くパターンですね。氷なんでイベントものの群馬賞、あれイベント群馬賞ないの、イベントいないの。うん、まあ、で、あとはね、相手がまずイベントと妖精さんを入れてあげて、あとはね、相手がウスラガなんでプリッチ氷ですね。これはめっちゃいますね、プリッチ氷は。百鬼彦たちをはじめ、はい、百鬼彦にしようかな。吹雪姫にしようかな。まあ打ち消しだから吹雪姫でいいかな。こっちは百鬼彦でいいかな。はい、こんな感じで、あとはうすらキラーなんで、このね孔明は3秒ぶち当てなくてうすらかけダメージアップを入れたりしながら、はい、あれでも群馬市にないのかな。なんかないのは残念ですね。よいしょ、結構時間食ってんな。戦力順で今回ね、孔明たち強くしたんで、どうせあれでもいないのかな。炎章とかいてもいいかなと思ったけど、とりあえずこれでいきましょう。まあ最初だからね弱いんでガンガンいっちゃえばいいんだけど、超混乱いるから極吹雪姫使ってもよかったかね。超混乱、あれ極吹雪姫って超混乱じゃなかった、ここちゃんとメモとかね使った方がいいと思います。で、次は学校がですね、学校側は雷になって、これは超睡眠が効くやつですね。これはついに来ましたね、あいつを使うチャンス来ましたね。もうあれですよ、ブラックキャットたちねえ、日野神、ブラックキャットで、そうね、
ちょっとうずら雷ちょっと強いですね。ブラックキャットはいいかな。ゴージャスですか。でこっちをこれ豪傑だからね。豪傑といえばこれですね。チュータスさん豪傑2ですね。よいしょ、これでいきましょう。どうせ一発でやられちゃうけど、超睡眠が効くのでブラックキャットがね、おそらく後半戦に役に立ってくれると思います。ちょっと今はね一発でやっちゃうからあれなんだけど、はい、あ、ブラックキャットじゃねえや、漆黒丸ね、はい、大活躍してくれそうです。まあこういう風に結構ね妖怪ローテーションしてくれてんだよね。さあできたらレアも戦いたいけど、レアはちょっと次に取っとくか。メテオゴン、メテオゴンも豪傑ですね。でこっちは超睡眠、超サボりを効くようですね。はい、なのでこれ目もね本当は対戦相手入れといた方がいいんですけど、まあ、ここはね風ですね。私のこの得意なところですね。あとは超サボりあるともっといいのかなと。ちょっとあれですね、本当余剰戦力って感じですね。前衛が多いんだよな、まあ、ちょっとめんどくさいからこれ言っちゃいますけど、超サボりがね効くんで、それも合わせたメンバーでいいのかなと思います。そういう感じで、ちょっとあとはね最後レア出てくれたらいいんだけど、ちょっとチケット持ってないからね。レアちょっとアマテライアはまたちょっと最後に別の次の動画でねちょっとお見せしたいと思います。まあこんな感じでフィーバーをねやれば30分あのレアボス出やすくなるので、もう私結構序盤にね使っちゃってやります。であとはね編成はまあここにねこうやってあのメテオコンとかねこう書いておくと、サボとかねこんな風に書いて、まあ私はやっていくかなって感じですかね。はい、じゃあとりあえず今回こんな感じにしましょう。アマテライアはアマテライアはなんだろうね、勇まし豪傑不思議で、絆でねゲットできますんで、一番最後まで行くと本体もねゲットできるみたいで、この報酬ちょっと中身見えないねなんでちょっと弱点はまた別途ねお伝えしたいと思います。とりあえずそんな感じかな。ガシャは群馬市も含めてね、また別途やりたいと思います。とりあえずまずね、アマテライアゲットまで頑張りたいと思います。そして、ランクアップコインもね、いっぱい引けると思うんで、多分200連ぐらい、このイベントで引けると思うので、そして残念ながらね、国取り戦がまた銀行所のやつなんで、これつまんないんだよな。あんま言っちゃいけないか。はい。という感じでね、はい、じゃあ今回とりあえずこんな感じにしましょう。ランクアップイベントもね、まあ、サポート妖怪ねゲットできるのかなりいいと思うので、はい、ぜひねですね。あとは旧国取りはね、あ、今の国取りはねこう報酬いいんでね、あれなんだけどね、412、これもねどうしましょうかねって感じですね。もう小成婚ぶっこんで衝突したいなと思うんだけど、なんかね陽線ね小成婚今んとこ前回使えなかったな、
もう使えないかな。そう、まだ小成功使えないんでね、ちょっとそこは一回落ちして小成功に使うの待ちたいかなと思います。はい、じゃあとりあえず今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、まあのらりくらりと楽しんでいきましょう。それではまた会いしましょう。さよなら、バイバイ。レアからかけられ落ちますね。